フランス史田道夫第フフラランンススの始まり史とは何か予備的な考察私はこれからフランスの歴史を10回に分けて話していこうと思うがそもそもフランス史とは我々日本人にとって どののよううな意味があるのだろうか日本人がフランス史を含めた西洋史に初めて本格的に接したのは幕末・明治の頃のことである。たちまち「万国史」などの名を持つ数多くの著書や役所が刊行されるがそれは単に異国趣味のためではなく外国で突然に未知の世界にさらされた当時の日本人が世界における自国の置かれている位置や状況を認識する手段として歴史に目を向けたことを示している。しかし日本人が自己認識の手段として頼った「万国史」とは当時、史」とは当時、 国民国家として確立しつつあった欧米の国々が自己認識の手段として構築した自国史あるいは世界史だったのである。これは自己認識に他者の目を借りることであるが、当時の日本の学問の現状からすれば、無批判的な需要もやむを得なかったということだろうか、私には必ずしもそうは思えない。それは批判的な熟路の上に立った選択であり、その結果が脱は入用なのである。これは重要な問題ではあるが、ここでそれに立ち入る余裕はない。ただ、これからフランス史という西洋史の一部分の話を始めるにあたって、 それが適切ななな自己認識ののの手段ととるたためめににににに、は、どのような点点覚的に留意すべべききかかついい。て、てあらじこを述お第一にフランス史が日本の自己認識に役立つためにはフランス史と日本史とを関連づける何らかの比較史の方法が必要であるが実はフランスも日本も長期的な歴史分析の自己完結的な単位ではない一国の歴史の集積が世界史だと考えるのは19世紀に生まれた国民国家という国家モデルの観念に過ぎないフランスはヨーロッパ地域世界というより広い歴史空間に属しており フランスのの展開はそそ中ででこそ理解できる同様に日本は東アジア地域世界に属している。第二に地域世界とはそれぞれが固有の広がりや構造を持っていて固定的ではないそれは歴史的な形成体であると同時にそれぞれが相互に規定し合う関係にあり歴史的な発展に応じて地域世界の広がりや構造が変容するとと,ともにその関係の相対である世界体制も転換するこれらの変化を認識するため歴史学では時代区分を行うのだが本書は現代を理解することを主観とするため次のような区分を設ける。 ヨーロッパ地域世界が外部に進出して東アジアや他の地域世界と直接関係を持ち始めグローバル化の第1期が始まる16世紀を大きな区分とし過去第4項次いでその第2期に入る18世紀後半過去第6項そしてその第3期に入ったと思われる20世紀後半過去第10項の3つを設定するそれ以前は近代の展開の土台となりその展開を条件付ける構造的要因が形成される地域世界の生成の時期である過去第3項まで前置きはこれくらいにして本論に入ることにしよう 1>, 1ガロローマ時代ガリアとガロローマフランスはいつから始まるのか現在フランスと呼ばれる地に初めからフランスがあったわけではないフランスはいくつかの要因が複合的に作用し合って歴史的に形成されたのでありそれにはいくつかの目安となる道しるべがあるユーラシア大陸の西の端の地域は気候が比較的温暖で土地も肥沃であり古来民族移動や文化交流の活発な舞台となった戦死時代の遺跡も多いが記録が残る歴史時代に入ってからでも 古代ギリシャ人、ケルト人、ローマ人、ゲルマ人が次々に到来している古代ギリシア人が西地中海に進出したのは紀元前600年頃で植民都市マッサリア、今のマルセイを建設しそこを拠点とする地中海文化圏をローヌ川沿いに北へ広げたケルト人とは中部ヨーロッパに住むインドヨーロッパ語系の言語集団の一つだが気候の悪化のためバルト海地方から南下してきたゲルマン人の圧迫を避けて東西に移動したフランスの地には紀元前5世紀から本格的に入ってきた この頃イタリア半島ではローマ人が次第に勢力を伸ばし、地中海世界の強国になりつつあったが、彼らは北方のケルト人を蛮族とみなし、その地をガリアと名付けた。ガリアは深い森に覆われており、ガリア人は多くの部族に分かれて住んで統一国家を作らなかった。各部族では戦士を兼ねる貴族が集会で行政官を選び、農民を支配していた。アルプスより南や地中海岸などのガリアの一部は、早くからローマ人に征服されてローマの属州となっていた。ところが、 ローマの実力者カエサルがガリア知事になると紀元前58年からガリアの武力征服に乗り出し激しい抵抗を排してガリア全土を属州にしたローマにとってガリアは軍事面でも経済面でも重要な存在でありローマはその統治に力を注いだこの間にケルト文明とローマ文明とが融合し部族の統一も進んだこの時代のガリアはガロローマ時代と呼ばれるローマ文明とは基本的に都市文明でありその影響で軍事行政 宗教ののの拠点としての都市の建設がガリアでも進んだローマ型の都市はガリア全域に見られるが特にニーム、アルルなどの南東部のプロヴァンス地方に円形劇場、水道などその跡が多いプロヴァンスという地名の語源はプロウィンキア、俗州である都市の建設と並行してローマの制度も導入されそれまで農村に住んでいたガリア人の貴族も次第に都市に移り住み軍務や行政に協力した者はローマ市民権を与えられたしかし農村はガリア時代とほとんど変わらず自由民のほか 奴隷や小作ノが穀物やワインなどを生産し膨大なローマの中東軍の食料を支えたゲルママン人ののとローマ帝国の滅亡広大な領域を抱えるローマ帝国にとって最大の悩みは外敵の侵入であるそこで395年防衛を効果的にするためコンスタンティノープル今のイスタンブールを首都とする東ローマとローマを首都とする西ローマとに帝国が二分されたこの時すでに西ローマ帝国はゲルマン人の侵入に対して防衛能力を失っていた ゲルマン人とはケルト人と同じくインドヨーロッパ語族に属し北のスカンディナビア半島からバルト海周辺に住んでいたゲルマン人は中部ヨーロッパに南下してきてケルト人を移動させたが3世紀からは自分たちもローマ帝国領内に侵入を始めていたところが4世紀後半になるとそれまで中央アジアの草原にいた遊牧民のフン族がウクライナに侵入してきたためそれに押されたゲルマン人の東ゴート族が西へ移動しこれがきっかけとなってゲルマンの諸部族が次々と東から西に大規模な民族移動を始めた ゲルマン人の移動は領奪や殺戮を伴うこともあるがローマ人の管理下に農耕や軍役を奉仕する条件で帝国内に入植を許されるという平和的なケースも少なくなかっただが5世紀になると部族の長を王にいただくゲルマン人国家がその組織のまま移住してきて帝国内の指定区域に土地をもらって帝国防衛の同盟軍として駐屯する場合が多かったこのような中東軍があちこちに割拠すると当然西ローマ帝国は次第に名目的な総主権だけの存在になっていき476年 ついに皇帝がゲルマン人の一部族の傭兵隊長オドアケルによって放築されたこれが西ローマ帝国滅亡の年とされている 2, 2フランク王国ゲルマン部族国家とフランクの交流ガリアではローマ皇帝の支配はそれ以前から事実上終わっていたから西ローマ帝国の滅亡はガリア社会にそれほど大きな変動を一挙に起こしたわけではないしかしゲルマン部族国家は支配権拡張の野心をそそられこれ以降 中でローマ文化を継承するローマ・ゲルマン国家が競い合う時代が数世紀にわたって続いた5世紀後半のガリアの政治地図を見るとロワール川より南からイベリア半島にかけてトゥールーズを首都とする強大な西郷と王国東部南東部にはブルグント王国があるどちらもローマ化が早くから進んでいた地域に生まれたゲルマン人の中東軍国家が前身であるこれに対してローマ化の弱い北東部にはライン川流域から移動してきたフランク族のフランク王国があったがクロビス王の時にガリア北部に進出しさらに 西ゴートとも戦ってピレーネー山脈までを支配下に収めたその子供たちの時代には念願のブルグント王国をも支配し6世紀前半にはフランク王国はケルト系のブルトン人が孤立した世界を作るアルモリカ半島今日のブルターニュとローマ色の強い地中海沿岸を除くガリアのほぼ全域の征服に成功した一方西ゴート王国はイベリア半島に移りトレドを首都として6世紀末から7世紀にかけて繁栄したなお西ローマ帝国の元の本拠地イタリアでは 東ゴート族の王テオドリックがオドアケルを倒しラベンナを首都として西ローマの最高を夢見たしかし東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世は東ゴートを含む地中海一帯のゲルマン国家を相当し6世紀半ばにローマ帝国の統一支配を一時的に復活させただがユスティニアヌス一世の死後イタリアは北から侵入したゲルマン人のランゴバルド族の支配下に置かれ再び政治的な混乱期に入ったクロービスの回収フランスという名称はフランク王国に由来するのだが 旧ローマ帝国内に生まれた数多いゲルマン部族国家の中でなぜ特にフランク族がガリアの統一に成功したのだろうかもともと中東軍権力であるゲルマン人はその軍事力にものを言わせて領域支配権力へ変わろうとする傾向を持っているしかしゲルマン人の移住者はガロローマ人の住民に対して5%程度の数に過ぎなかったと言われそのためゲルマン人の王が部族の重医たちを超えて住民全体に支配を広げるには住民を統治するための知識と経験を持つ 既存のガロローマ貴族の協力を得てその組織を利用することが不可欠だった特に貴族は主要都市の教会の主教職を独占しておりこの教会機構が行政機関以上に地方生活に大きな影響力を持っているためゲルマン人の王たちにとってはキリスト教との関係が重要な意味を持ったキリスト教は4世紀初めにローマ帝国内で公認されたが東のコンスタンティノープル教会と西のローマ教会との間で主意権をめぐる対立が起こっていた西ローマ帝国の滅亡後のローマ教会は どうしても東ローマ皇帝を主張とするコンスタンティノープル教会の会に立つことになるこのためローマ教会は有力な政治権力者との結びつきを模索しクロービスに白羽の矢を立てたその背後には教会内部のアタナシウス派とアリウス派との協議論争がある4世紀末にテオドシウス帝がアタナシウス派の三位一体説の協議を国境にして決着をつけていたがローマ化の早かったブルグンド王や西豪等はキリスト教に改宗するのも早かったので異端のアリウス派だった これに対してローマ化が遅れて異教徒のままのクロービスはまだ白紙状態だったわけである496年クロービスはランスの司教レミギウーの強い勧めで宣礼を受けて重視とともに新しいサキリスト教に改修しゲルマンの部族王の中で唯一のカトリックの王となった教会の権威と貴族の後押しを得たクロービスは異端からの解放という正当性をもって征服を容易に進めることができたのであるメロビング王朝からカロリング王朝へフランクの王家は クロービスの祖父、メロビクスの名を取ってメロビング王朝と呼ばれるがフランク王国は国家を私的な世襲財産と見ており分割相続する習慣のため王国が統一を保ったのはごく短期間にすぎないその上国内に内乱が絶えず結局メロビング王朝に代わってカロリング王朝が登場したカロリング家とは北東部の有力な豪族であり8世紀初めには王国内各地の宮廷の最高実力者である救済職を独占するまでになっていたこの時 アラビア半島から北アフリカを席巻したイスラム教徒がジブラルタル海峡を越えてイベリア半島に侵入し西ゴート王国を滅ぼした後さらにアキテーヌに侵入してきたこれに対し救済シャルル・マルテルがフランク貴族を集め732年トゥール・ポアティエ間の戦いでイスラム教徒を敗走させ一挙に威信を高めたさらにシャルル・マルテルの子ピピンはイタリアに遠征してローマ教皇をランゴバルト王国の圧力から救った後751年 すっかり実力を失っていたメロビング帳を拝してカロリング帳を開き、ピピン3世となった。ピピンは即位を正当化するために初めてトユの儀礼を採用したが、カロリング王家と教会との関係は、ピピンの子、シャルル・マーニュ、過去カール大帝の時にさらに強まった。彼は毎年のように各地に遠征を企てて、フランク王国の支配領域を広げ、東はエルベガーに達するゲルマニア、南はイタリアの北半分にまで及ぶ広大な地域を支配下に収める。そして、 800年末ののクリスマスマ日ローマにおいて教皇レオ3世の手からローマ皇帝の定冠を受けたのであるヨーロッパ地域世界の成立このシャルル・マーニの大冠に積極的だったのは東ローマ帝国かっこビザンツ帝国に対抗するため有力な政治的後ろ盾を求めていたローマ教皇だったシャルルル・マーニも古代帝国の権威を身に帯びることを望んだが彼は皇帝の称号とともにフランク人とロンバルド人の王の称号も使い続け 国家を私的な世襲財産と見るフランク王国の伝統的観念を捨てなかっただからこの体感は古代ローマ帝国の復興ではないその歴史的意義は地中海を内海とする古代ローマ世界帝国の解体後にコンスタンティノープルを中心とするビザンツ帝国中東から北アフリカイベリア半島までを制圧するイスラム勢力圏の2大地域世界と並んでヨーロッパの西の地域にヨーロッパ地域世界が成立したことを象徴的に示していることになる この地域世界の独自の構造が形を取るのは第2項で述べるように10世紀以降のことだがここでその特徴を1点だけ挙げればビザンツ帝国が皇帝強硬主義としてまたイスラム世界が神聖政治として政権と教権がつまり政治と宗教が一体化しているのに対してヨーロッパの西の地域では西ローマ帝国の普遍主義的な帝国理念がローマ教会に継承されながらも教会の宗教権威と王の世俗権力とがそれぞれ自立して共生関係にあることである。 カロリング帝国の分割カロリング帝国は広大な領域を支配したが、メロビング王朝と同様、それを統治する機構が極めて弱い。アーヘンに宮廷が置かれたが、全国の主教座組織が軍事行政に活用され、また、少なくとも300人に上る地方有力者が、ハク・コントと呼ばれる地方行政官に任命されたが、彼らは役職の代償で得た土地を世襲化して独立する傾向にあった。このののたため、シャルル・マーニュの死後、孫たちの代に、 それぞれぞが地方の有力者たちを基盤にして分割相続をめぐる内乱を起こし843年のベルダン条約で帝国は三分割された長男ロタールが現在の独仏にまたがる帯状の中央部とイタリア次男のルードヴィヒは東部を末っ子のシャルルは西部を得たロタールが皇帝の称号を持ったが有力貴族や司教の支持を得た者が帝に就くことになったので皇帝の権威は急速に低下した西フランクからはハゲ頭を王シャルル2世以降皇帝に選ばれた者はいない 843年ベルダン条約なども王が死ぬたびに再分配をめぐって内乱が起こり東西フランク王国に挟まれたロタールの国の北部はほぼ東フランクの領有となったこれ以降統一的なフランク帝国が復活することはないこうして生まれた配分が地理的には現在のフランスドイツイタリア3国の少なくとも原型を作ったということができる3フランスの誕生誕生の要因しかし フランスの誕生を一つの事件や日付に求めることは便宜的な意味しかないベルダン条約が重要なのは帝国が再び一つになることがなかったからであるまたすぐ後で述べるカペー帳の成立にしてもそれ自体は王朝レベルのことであるそこでこの第一項のテーマであるフランスの起源の問題はそれぞれが長いプロセスを持つ三つの大きな要因の複合的な作用だと考えた方が良いそれは第一にフランク帝国の一体性を完全に揺るがす深刻な政治的社会的危機 第2に秩序再建の核として機能し得る家平朝の成立。第3に西フランクに特徴的な王権イデオロギー。これらを順次見ていこう。民族大移動の最後の波フランク帝国は相続のたびに再分割をめぐって王たちが争って国土が荒廃した。その混乱を一層激しくしたのが古代から続く民族大移動の最後の大波である。波は同時に三方から押し寄せてきた。一つは9世世紀紀から10世紀末まで イタリアからプロヴァンスの地中海沿岸地帯へのイスラム教徒の侵攻だった。もう一つは9世紀末から10世紀後半にかけての東アジア系のマジャール人による中部ヨーロッパへの侵入で、その先端はブルゴーニはアキテーヌまで達した。しかし、西フランクにとって最も直接的な大被害をもたらしたのは、スカンディナビアに住むゲルマン人のバイキング、過去西フランクではノルマン人、北の人と呼んだである。バイキングは9世紀頃から海を伝って南下し、 セーヌ川やロワール川をさかのぼって内陸深くまで荒らしまったこのため西フランク王は911年ノルマン人の一部にキリスト教への改宗と皇族侵入者に対して防衛力となることを条件にしてセーヌ加工への定住を認めざるを得なかったこれがやがてイギリスを征服するノルマンディー公領の始まりであるフランク帝国内の住民たちは侵入者を蛮族と呼んで怯えたがもはや国家の軍事組織を手てにすることができないためそれぞれの地方で組織されている軍事権力に保護を求めるしかなかった 両方君主領とカペーの誕生その軍事権力とは、白として任命されていた地方有力者であり、彼らは相次ぐ分割継承をめぐる武力構想の過程で、自ら武装十字団を作って自立し、両方権力にまで成長していた両方権力とは、西フランクではブルゴーニュ公、アキテーヌ公、ノルマンディ公、プロヴァンス公、フランドル博など11世紀には約15を数えた両方君主領、プランシポーテと呼ばれるその支配領域は大小様々であり、 リュコウ・マルキ、ハク・コントといった称号の違いは、実際の勢力の大きさや格式とは関係ない。両方権力の成長につれて、王は次第に影の薄い存在になり、西フランクでは9世紀末になると、とうとう両方君主や司教が王位の世襲制を廃止し、これを選挙に変えた。それでも、しばらくはカロリング家の血統を引く者が王に選ばれたが、888年、セーヌ・ロワール・リョーカーの間に牙を持ち、バイキングの駆逐にも功績があった。 ネウストリア公ロベール家のウードが王に選ばれたその後カロリング家がまた選ばれましたが987年王位についたロベール家の遊具ペ兵過去在位987から996が王権を安定させるため生存中に長子を後継者に指名して選出し家兵王朝が始まった事項で述べるように家兵家は歴代の王たちの努力の結果やがて王領地が王国の大半を占めるまでになるが当初の勢力は第2級の両方君主並みでしかない しかし、西フランクの両方君主たちが、自分たちの力でカロリン・グ家と血縁のないものを王に選出するまでに成長し、将来の王国の核となりうるカペー家を生んだことは、フランス誕生の第二の要因である。なお、これと同じ頃、東フランクでもカロリン・グ家の血統が耐え、マジャール人の撃退に功績のあった両方君主の一つの、ザクセン公オットー・一世、過去、在位936から973が王に選ばれた。彼は、ドイツとイタリア北中部を統一して、 年にローマ教皇からローマ皇帝の冠を受けた。シャルル・マーニの後継者になったわけだが、神聖ローマ帝国と呼ばれるこの帝国は、実質的には現在のドイツの領域を出ない国家であり、これによってフランスとドイツの分離はほぼ決定的となった。フランク神話。第三要因はフランスの起源をめぐる歴史意識である。トゥール司教のグレゴリウスが6世紀後半に書いたフランク人の歴史は、フランク人の歴史意識の原型とされている。そこでは、 洗礼を受けたクロービスを改宗したローマ皇帝コンスタンティヌスになぞらえ新しいコンスタンティヌスと呼びフランク人を選ばれた民としているこうしてフランク王国はガロローマ征服に起源を持つ蛮族国家ではなくガリア中東軍隊長によるローマの継承国家として位置づけられるグレゴリウスはアキテーヌのガロローマ貴族の出だが彼をはじめとする当時のフランクの知識人はラテン文化の中で生き自らをローマ人と見なしフランク国の王権も ローマ文明ととの継承関係にによって正当化されたことになる7世紀のフレデゲール作とされる年代記もこの歴史意識を補強している。古代ギリシアのトロイ滅亡後、その王族がマケドニアを通ってライン流域にたどり着き、それがフランク王になったというのである。これはローマの創設者ロムルス・レムス兄弟をトロイのアイネイアスの子孫とした伝説に習ったものであり、これによってフランク人はローマ人と同族となる。こうしてガロローマの貴族は、 フランク国家がローマ文明の継承者だというフランク神話を構築することによりフランク国家の王権イデオロギーを提供したしかしカロリング帝国が分裂して帝権がほとんど東フランク王に固定するようになると事情が変わる東フランク王はシャルル・マーニュの後継者をもって辞任しそれを介してローマ帝国の継承関係を主張することができたがそれから遠ざかった西フランク王にとっては正当性の新たな原理が必要となるランスの性別そこで浮上したのが 前に述べたピピンによる751年のトユの儀礼の記憶である。メロビング町の王を拝してソワソンで貴族たちから王に推退されたピピンは、本来は王位の参奪者である。しかし、出席していた司教からトユを受け、3年後にはパリの北のサンドニ修道院で教皇ステファヌス2世を迎えて改めてトユを受けた。彼はフランクの王としては初めて旧約聖書のトユの孤児にちなむ儀礼によって世襲に変わる正当性を得たのである。その後、ピピンの孫でカロリング町三代目の ルイ経験帝、過去在814から840が、ランスで即位式を行ったとき、初めてトユと大観を結びつけた。ところが、ベルダン条約後の878年頃西フランクの宮廷に仕えた、ランスの大司教ヒンクマールの聖レミの生涯は、この記憶を踏まえながら時代をさらに遡らせ、クロービスの洗礼の孤児に次のような新しい伝説を付け加えた。参列者が多いため、聖連場に近づけない司教レミが天を仰いだとき、1羽の白い鳩が、 聖なる油の小瓶を口に加えて天から舞い降りたレミはその一部を洗礼板に入れてクロービスに洗礼し、その後、聖なる油で彼に十字の印をつけた。ヒンクマールによれば、ハトは精霊の化身である。こうして、3世紀前にトゥール主教グレゴリウスによって、新しいコンスタンティヌスとされたクロービスは、ヒンクマールによって、新しいキリストとなった。こうして、クロービスの洗礼は、聖なる別れと書いて、性別、サクルとなる。性別とは、 単に王が人民の代表として即位するのではなく、いうの儀礼によって超自然的な力が王の身体に宿るとする儀礼である。したがって、体幹は神によってなされる。この性別観念は2つの重要な意味を含んでいた。まず、聖なる油の小瓶は西フランクのランスに保存されているので、聖王キリスト教世界の精神的中心はローマから西フランクに移る。また、ランスを領内に持つ西フランクの王だけが真の性別を受けることができる。こうして 西フランク王は国内の両方権力を超える権威を持つだけでなく東フランク王さらには神聖ローマ皇帝時にはローマ教皇に対してすら一人クロービスの系譜につながるキリスト教の王の正当性を主張できるのであるカペー家がカロリング帳に代わって新王朝を開いた時その正当性はもはや血筋でも教会でもなく性別の儀礼そのものによって保障された性別はカペー帳の聖王ルイ九世 在1226年から70年の時、天礼として確立する。こうして、西フランクの王権イデオロギーは、シャルル・マーニュの大観より古いクロービスの改修にまで遡って構築され直した。これは、ドイツの中世史研究家、カール・ベルナーが強調するように、その後のフランス史の展開にとって重要な意味を持っている。それは、神の意に立脚する王権という極めて宗教色の強い王権イデオロギーとなり、さらには、特別の使命を持つフランス国家という観念にもなる。 ベルナーののののを借りれば、国家の起源は重要なな文化の問題なのである。フランク人かガリア人かここで問題の広がりを示す一例としてもう少し続けたい時代は飛ぶがフランス革命前夜に貴族の特権を攻撃した政治パンフレットとしてシェイエスの第三身分とは何かは有名だがその中に次のような文句がある自分たちは征服者たる人種の末裔でありそのため征服権を継承したのだという馬鹿げた主張をまだ持っているあらゆる家族を フランケンケの森へ追い返そうこの背景には16世紀以来貴族の間にフランス国家のフランク起源説すなわちフランスの起源はフランク人のガリア征服にあり貴族はそのフランク人の末裔だという理論が有力になっていた事情があるこの理論は平民第三民文に対して貴族特権の正当性を主張するばかりでなく「ゲルマンの森の自由」という伝説的観念を拠りどころにしてブルボン絶対王権への抵抗を基礎づける貴族階級の政治理論であった これに対してシェエーエスが先住民のガリア人こそがフランス人の起源だとの施設を対治して貴族特権を批判したのであるこの問題は自由をめぐる近代フランス政治理論の重要な論点であるが起源に限って言えば19世紀に入るとガリア人起源説がますます有力となり第三共和制初期の歴史教科書では我が祖先ガリア人という観念が支配的となったこの場合には不服戦争での屈辱的敗北が残したドイツへの反感も強く作用しているこの フランスの起源をめぐる論争は、18世紀の社会的対立、あるいは19世紀のナショナリズムに立脚するイデオロギーであって、現実のプロセスは、前に述べたように、フランク、ガリア、それにローマを加えた三要因が、数世紀の間に融合してフランスを形成したのである。しかし、起源に関する言説は、国家のアイデンティティに関わる死活の問題として、歴史の中で極めて重要な働きをするのである。